山梨。小さな谷川の底を映した2枚の青い幻灯です。1、5月。クラムボンは笑ったよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。それならなぜクラムボンは笑ったの？知らない。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井をつぶつぶ暗い泡が流れていきます。カニの子供らもポッポッポと続けて5、6粒泡を吐きました。それは揺れながら水銀のように光って斜めに上の方へ登っていきました。つーと銀の色の腹を翻して一匹の魚が頭の上を過ぎていきました。クラムボンは死んだよ。クラムボンは殺されたよ。それならなぜ殺された？わからない。魚がまたツーと戻って下の方へ行きました。クラムボンは笑ったよ。笑った。にわかにパッと明るくなり、日光の金は夢のように水の中に降ってきました。波から来る光の網がそこの白い岩の上で美しくゆらゆら伸びたり縮んだりしました。魚が今度はそこら中の金の光をまるっきりくちゃくちゃにして、おまけに自分は鉄色に変に底光りして、また紙の方へ登りました。お魚はなぜああ行ったり来たりするの？何か悪いことをしてるんだよ。取ってるんだよ。取ってるの？うん。そのお魚がまた紙から戻ってきました。その影は黒く静かにそこの光の網の上を滑りました。その時です。にわかに天井に白い泡が立って、青光りのまるでギラギラする鉄砲玉のようなものがいきなり飛び込んできました。兄さんのカニははっきりとその青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのも見ました。魚の白い腹がギラッと光って一遍翻り、上の方へ登ったようでしたが、それっきり
もう青いものも魚の形も見えず、光の金の網はゆらゆら揺れ、泡はつぶつぶ流れました。2匹はまるで声も出ず、いすくまってしまいました。お父さんのカニが出てきました。そいつは鳥だよ、カワセミというんだ。安心しろ、俺たちは構わないんだから。お父さん、お魚はどこへ行ったの？魚かい？魚は怖いところへ行った。怖いよ、お父さん。いいいい、大丈夫だ、心配するな。空、カバの花が流れてきた。ごらん、きれいだろう。泡と一緒に白いカバの花びらが天井をたくさん滑ってきました。光の網はゆらゆら伸びたり縮んだり、花びらの影は静かに砂を滑りました。2、11月。カニの子供らはもうよほど大きくなり、そこの景色も夏から秋の間にすっかり変わりました。その冷たい水の底までラムネの瓶の月光がいっぱいに透き通り、天井では波が青白い火を模したり消したりしているよう。あたりはシーンとして、ただいかにも遠くからというようにその波の音が響いてくるだけです。カニの子供らはあんまり月が明るく水がきれいなので、眠らないで外に出て、しばらく黙って泡を吐いて天井の方を見ていました。やっぱり僕の泡は大きいね。兄さんわざと大きく吐いてるんだい。僕だってわざとならもっと大きく吐けるよ。またお父さんのカニが出てきました。もう寝ろ寝ろ、遅いぞ。その時、ドブン。黒い丸い大きなものが天井から落ちてずっと沈んで、また上へ登っていきました。キラキラっと金のブチが光りました。カワセミだ。子供らのカニは首をすくめて言いました。お父さんのカニは、そうじゃない、あれは山梨だ。流れていくぞ、ついて行ってみよう。ああ、いい匂いだな。そこらの月明かりの水の中は山梨のいい匂いでいっぱいでした。どうだ、やっぱり山梨だよ。よく熟している、いい匂いだろう。おいしそうだね、お父さん。待て待て、もう2日ばかり待つとね。
こいつは下へ沈んでくる。それから一人でにおいしいお酒ができるから、さあもう帰って寝よう。おいで。親子のカニは3匹自分らの穴に帰っていきます。波はいよいよ青白い炎をゆらゆらと上げました。それはまた金剛石の粉を吐いているようでした。私の言動はこれでおしまいであります。